皆さんお元気ですか？私は東京ホライズンチャペルの渡辺です。今日は10月27日月曜日、ヨハネの黙示録の第3章の1節から6節までで、眠らずに目を覚ましている教会というタイトルのもとに QT を進めてまいります。今日は第5番目の教会ですね。サルデスという教会です。このサルデスという意味は逃れの者たちという意味を持っています。現在のトルコのイズミール地方にあった、町ですけれども、そこには紀元前造幣局がありました。しかしペルシャによって滅ぼされ、ローマ帝国によって再建された町です。紀元後すぐに地震があって、またこの町は滅びてしまうんですけれども、ここに多くの人が集まってきて新しい町が建て直されました。その町に教会が建てられたわけです。死んでしまったような町がもう一度再興したわけですから、教会はさぞかし元気な教会であったろうと思いきや、ここになんと実は死んでいると一節に書いてあります。一体信仰が死んでしまうとはどういうことでしょうか？信仰をもう一度奮い立たせるということはどういうことでしょうか？そのあたりのことを今日は見ていきたいと思います。ヨハネの黙示録3章1節から6節。またサルデスにある教会の御使いに書き送れ。神の7つの御霊および7つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。目を覚ましなさい。そして、死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが、私の神の御前に全うされたとは見ていない。だから、あなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには、私がいつあなたのところに来るか、決してわからない。しかし、サルデスには、その衣を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て、私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。耳のある者は、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。まずイエス様の言葉に耳を傾けてみましょう。2節です。目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。完全だとは見ていないという言葉ですね。非常に厳しい、判断、批評というものがこのサルデスの教会になされていたということがわかります。目を覚ましなさいというんですから、彼らは寝ていた。寝ていたというのは聖書的に言うならば死んでいた状態だということですね。このサルデスにおいて、わかることは何かというと、この教会は外に問題があったわけではありません。要するに迫害があったわけでもない。そして教会の内側に問題があったわけでもありません。全く問題のない教会がサルデスの教会だったわけです。サルデスの教会で教会が成長し、そして教会が安定期に入ってしまったときに、人々は非常に安心してしまった。ということかもしれませんね。信仰的に危機感を持ち、情熱を持ってイエス様に従わなくても、なんとか適当にやっていくことができるというような状態でしょうか。
ごまかしていても大丈夫。これだけ経済的にも豊かになったし、これだけ人数も多く集まったし、これだけのビルディングも建ったし、もう大丈夫。あとはまあゆっくりと信仰生活を楽しめばいいんじゃないだろうか。これが決して悪いかというと、悪くないというところが問題なわけですね。要するにぬるま湯と言いましょうか。誰でも私たちは日本人でお風呂に入るわけで、ぬるいお風呂にゆっくりと入ることはとても体には良いことですけれども、それは別として教会の信仰のあり方が形骸化してしまったということですね。イエス様は私たちに向かって、あなた方は世の光であり、そして血の塩ですと言いました。世の光になるであろうとは言わず、また血の塩になるであろうと言わず、信仰者はすべて世の光であって血の塩であると。世の光ですから今輝いている必要があるわけです。地の塩ですから今塩辛い必要があるわけですね。しかしこのサルデスの教会はそのような活力を失ってしまった教会であったということができます。そういった意味で目を覚ましなさいとイエス様が叱りつけているわけですね。彼らは死んでいる。一節の後半を見ると、私はあなたの行いを知っている、あなたは生きているとされているが、実は霊的には死んでいるんだよと。彼らの信仰がどうもパリサイ派のような信仰になってしまったのではないでしょうか。非常に宗教的には見える。信仰熱心にも見える。礼拝も捧げる、献金も捧げる、断食もする、人々には正しい教えもする、正しい行いもする。しかし心がない。心が冷めてしまっている。そのような礼拝に何の意味があるんでしょうか。そのような信仰に何の意味があるんでしょうか。そのような宗教は人を救うことができるんでしょうか。人を変えることができるんでしょうか。イエス様は全くそれでは何も変わらないんだということを語っておられるんだと思うんですね。4節を見ると、しかしサルデスにはその衣を汚さなかった者が幾人かいる。なんと幾人かです。数人です。たくさんいたわけではありません。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものであるからだとイエス様は説いています。信仰の情熱を持った人が幾人かでもいれば、2人もしくは3人の者が私の元に集まるならば、私もそのただ中にいるとイエス様は言われました。その者たちに白い衣を着てもらうんだとイエス様は言われましたね。白い衣とは一体何でしょうか。それはイエス・キリストを着るということです。清められている、力の象徴である、神の子の象徴である、神様に所属する者の象徴である霊の衣です。イエス様がサルデスの教会に求めたことは、目を覚ましなさいということ、要するに悔い改めなさいということですね。どの教会を見てもいろいろな悔い改めがあるんだなということです。迫害の中にあっても悔い改めよ、教会の問題の中に取り込まれそうになった教会に対しても悔い改めなさい、目を覚ましていなさい、そして何の問題もないような教会に対してもイエス様は悔い改めなさい。私たちの信仰の基準はどこから来るかというと、私たちと、私という個人とイエス様との関係、そして私たちという教会と、そしてイエス様との関係に、私たちの教会の土台、そして判断の基準があるように思いますね。このサルデスの教会の悲しいところは何かというと、なぜ私たちは悔い改めなければならないのか、悔い改めの必要性というものを認めない、悔い改めることがなぜ必要なのかがわからない。これが問題だった。すべてが順調にいっている。順風満帆ですね。信仰を図るのは非常に難しいことです。人目にはよく見えることでも、しかし神様、イエス・キリストの目から見るならば、まだまだだと言うんですね。もう一度二節の言葉を見てみましょうか。目を覚ましなさい、そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。
自分の信仰の基準で自分の基準で自分の信仰を測ってしまうのではない、自分の教会の素晴らしさを自分の基準で測ってしまうのではない。私たちは助けが必要です。神の基準、すなわちイエス・キリストの言葉、御言葉によって私たちの信仰を吟味する必要があるということですね。私たちが御言葉を学ぶとき、信仰が深められていきます。ある会社を退職された方が、私たちの聖書学校に入学してきましたけれども、毎日のように御言葉を学び、そして毎日のように興奮し、そして日々作り変えられている自分を見て、自分でも驚いていますということを言ってくださいました。御言葉を基準にして生きる信仰、ここに私たちは情熱を見出します。神に近づきましょう。御言葉を学び、もう一度自分の信仰を吟味してみましょう。イエス様はサルデスの教会に向かって、目を覚ましていなさいと言いました。これは私たちに語られている言葉でもあります。一体目を覚ますとはどういうことでしょうか。それは祈るということです。祈るということは、神様の前に目を覚ますということです。神様を必要としていますから。形式的な信仰では神様の恵みを受け取ることはできません。朝目覚めた時に神様に祈り、主に声をかけてみる。昼仕事をしているときに、主が共におられることに感謝をし、主に祈る。夜、一日が守られたことを感謝して主に祈る。そして寝るときに、まどろむことのない主が私たちを見守ってくださることに感謝をし、そして主に向かって祈る。サルデスの教会は、あなたは生きているとされているが、実は死んでいると行いのない信仰を持った教会でした。私たちが求められている行いはそれほど難しいものではありません。目を覚まし、絶えず主に祈り、感謝を捧げましょう。お祈りいたします。主を感謝をいたします。今日一日あなたの恵みを思い、あなたに仕え、あなたに感謝を捧げることができますように、皆によってお祈りいたします。アーメン。